ザ両チームの選手たちが入ってきました。残り試合が今日を含めて3試合、主審大久保の長い笛が聞かれました。左から右へ攻めていきます。青いユニフォーム、おなじみの青いユニフォームが大分トリニータ、まあ、これまでセンターバックを香川がやることがそもそもなかったですからね、はい、まあ、今日サブにいる羽田だったりね、そこら辺がやることはあったんですけど、中央に送って長澤、コモンテストゴシュート、鮎川、香川の左足から長澤を狙ったそのこぼれ、鮎川が押し込みました。シンプルでしたけど ね、 そうですね、まあ、これもやはり長澤がいるから起きた、ね、得点でありますね、まあ、しっかりと長澤が勝つという想定の中で鮎川も前に飛び出してきましたし、この難しいトラップ最後はね、つま先でしたけどよく触りましたね。一旦はバランスを崩すんですけどね、相手と競ってますからね、はい、少し体勢崩しました。安田のボールは触った、長澤触りました、ポストですか。さあもう一度小柳のボール、先ほどはファーで勝ちましたが今度はニアに入れていきました。川野、ここはどうだ、あ、斉藤、そうですね、斉藤啓太追いつきました。川野、川田のこぼれ、これは相手の逆を取りましたよね、まあ、1本目はあれを見せといたことによってこれがかなり効きましたね、逆サイド。そして高畑かわして左足中に入れてシュート、よく触りましたね、囲いニアに入った長澤でした。ちょうど一旦囲いは後ろを向きました。さあ皆さんどこに行ける、ゴールを奪った、大分追加点、これもギリギリまで待って、はい、ボール方向には飛びましたけどね。ご覧ください、斉藤の左足、小柳、大分4試合ぶりの勝利、3連勝マスト。